貞澄王公禁止か今日10年1月12日は、李氏朝鮮の第21代国王、英祖の2番目の王妃。慶州禁止。死後は、英純製鉄装木目組木翼列名潜水、敬高魂、高人正明昇縮康則貞澄スミ王公。李州にて、豪京不印君金冠と、原豊夫婦人の間に生まれた。1757年。 帝政王公が没すると、英祖は、高級から、新しい王妃を選ぶことをせず、1759年に、干拓令を発し、ひとも王公と同じ新安東金氏から、金冠の娘である、貞澄王公を王妃として迎えた。当時英祖は66歳、貞澄王公は15歳であり、李朝歴代王の中で、最も年齢差の大きい子人であった。 サダスミ王公は、英祖の子である王聖子双婚聖子よりも年が若かったが、一族と共に、双婚聖子の死に関与したことから双婚聖子の維持、聖祖との仲は悪かった。1800年、純祖の即位直後より、水連調整を行い、取りやめるまでの3年間権力を振るった。この間に、サダスミ王公は、天主教信者を含む、 南人系の実学者たちを弾圧し、低弱用、リノイエ関東を粛清した。1803年12月に、水蓮調整を取りやめ、1805年、聖徳宮慶福殿にて死没した。去年61、英祖の三笹である元三笹に埋葬された。彼女の死後は、安藤金氏による、勢い同政治が始まることとなった。ありがとうございます。